にちは。こんにちは。さあ来たね。来ました。なんか毎週土曜日だったり、まあ水曜日もありましたけど、恒例の生配信です。はい。前回、はい、10日、まあ6試合、はい、豊さんとかけたじゃないですか。まあ予想したよね。どっちが勝って、まあ何対何まで。結果が出ました。その日ですね、DeNA と広島、あとソフトバンクとロッテは引き分けだったので。そうだな。でもさ、引き分けを当ててる人がいたよな。そうなんですよ。すごいよな。しかも点数も。2対2とかな。2対2でって。いや、その方は一番すごいんですが。ただ、まあそこは引き分け、私たち、ね、引き分けとは言ってなかったので、そこはカウントせずに、他の試合どうだったのか。豊さん、はい、中日戦だけは、当たりました。中日が勝つの。いや、引き分けは全部ね、はい、勝ってた試合なんだよ。DeNA とかも、はい、下手打ってんだよ。出た。豊さんは中日戦のみ、はい、阪神対巨人も阪神って予想して、はい、ブー。ソフトバンクと楽天も、それは引っ掛けだったんだ、うん、あと日本ハムと楽天も涌井投手が投げる時ですよ、はい、いや、もうそろそろ疲れが来てるかなと思ったんだよ。1試合早かった。最高のピッチングしてましたね。はい、ブブーで。オリックスと、西武。オリックス勝つって言ったんですよ。西武が調子悪かったからな。ってなったらあれはブブーということで、中日戦しか当たらなかったんですが、なんと私は、はい、引き分け以外全部当てました。すごい、ね、巨人、中日、楽天、西武。好きな球団だもんな、全部。いや、まあ、中日はそうですね。中日ファンだし、はいはい、西武ファンだし、巨人ファンだし。はい、いや、楽天ファン。いや、そうでしょ。いいよ。私ここでね、データをね、完全に、やっぱデータってすごい、嘘つかないということで。まあ確かにな。はい、負けた方が、はい、ホラーを一気飲みして、はい、これ勝ったチームをゲップせずに言うっていう、はい、なので、あ、こんなところにコーラがある醤油だよ、醤油じゃないだろう。醤油かもしれない塩分かじゃあ飲めばいいんだろ。そうです、はい、ゲップせずに飲んでくださいよ、はい、いいですか。もういいの飲んで。もういいですよ、もういいですよ。いやー、キンキンに冷えてシュワシュワしてる。いや、冷えてないんだよ、意外にこれ。なんか、持った感じが生ぬるいの。あ、もう111人の方が、このね、この、こう、なんていうんですか、このね、豊さんのこう世紀のひとときを守ってくださってますよ。ゲップしたら、その時点でもう一回最初からですからね、うん、いいですか。こぼしても会話ありません。あ、ちょっと待てよ。何ですか。もう試合が始まるじゃない。じゃあ始まりますよ。この試合も予想するんだろ。あ、1試合だけ。そうですか。どっちが勝つか、うん、やりましょう。巨人対中日どっち勝つか、はい、で一緒だったら点までいきましょう、うん、でこれ最後に今日9回か8回ぐらいからもう1回配信するんで、うん、それを生で見届けて、うん、もう1回これいきましょうね。じゃあ何、どっち。いや、まずはいや、最初はグーでいい。いや、もう始まっちゃうから。今日ロドリゲスと今村ですよ。そう、始まっちゃうから。いや、もう私は中日ロドリゲスにかけます。いや、俺も中日だ。なんで真似すんの。いや、真似じゃないよ、真似じゃない。何対何で最初はじゃんけん。はい、どうぞ。5対4で中日の勝ち。はい、俺は6対2。6対2で中日ですね、うん、巨人2点しか取れないんですね。取れない。わかりました。いや、俺1点かなと思ってんだ。今日ですか、うん、いいんですね。いいよ。わかりました。コメントでいっぱい来てますよ、ほら、はい、あ、エイタさんはやっぱ中日だよねとか、サイさんはロドリゲス最強だよねとか、はい、あ、中日の勝ちってコメントしてる方多いですね。チャミコブさん、巨人3連敗濃厚、ま、やっぱね、今村はね、ちょっと今年コントロールが良くないよ。コーラの先に飲んでからいきます。じゃあ皆さんも見守ってくださいね。いきますよ、レイゴー。まさかこの年にしてまたコーラを一気に飲みするとは。豊さん、ゲップしちゃダメよ、ゲップしちゃダメよ、ゲップしちゃダメ。もうちょっと、はい、6チーム。これはするよ。これはきついよ。でも一気に飲めたということで、まあね、じゃあ言ってください。あんまりさ、汚いのをお見せするのわけにいかないから。そうですね、涙目になってるし、顔真っ赤ですけど大丈夫ですか。なんだと巨人、あ、こちらに、ね、カメラに皆さんに向かって、巨人、広島、はい、ロッテ、西武が勝ちました、うん、はい、すみませんでした。はい、豊さんね、はい、今日は勝つよ。今日
森口の甲羅の海めっちゃおもろいからいや絶対私も買ってますよ来てますよ。あ、STST さん、豊さん、こんな体張るのか、はいね、頑張りますよ。チャミコムさん、ハイキングウォーキングっていうねそんな中で野球人さんは、巨人3連敗しても今週3-3だからいいかというね、全く甲羅に何も触れず違う違う、でもね、はい、巨人ってさ、はい、やっぱ負けてる印象もあるんだけど、はい、その週はさ、うん、引き分けてるか、はい、まあ、例えば3勝3敗とかさ、はい、1つ勝ち越してるとかさ、うん、だから負ける印象があっても週で考えれば帳尻合ってんだよね、うん、おだからすごいやっぱ強いんだよ。だからやっぱ首位にいるっていうことなんですかね。ちょっとそこはティッシュで押さえるとか一応これ全世界に配信されてるんで一応ソーシャルはしてるからね。あ、ここはね、ソーシャルはしてるんで大丈夫です。ここあの透明なアクリル板なんで、ちょっと高級なのになったからね高級な言うてはい、はい、大丈夫ですか。さっきご飯おにぎり食っちゃったからなそんなね、言わなくていいんですよ。そういい汚い。なるほど、はい、はい、さあ始まりましたけれども、はいね、今村選手、うん、あれですよ、前回8月9日の中日戦が、うん、2回で、はい、降板したんですよね、この時は。うん、いい時はさ、はい、ポンポン行くんだけど、はい、やっぱなんか今年自滅型みたいになっちゃってるよね。それなんでなんですかね。やっぱ自信がないのかなと思うけどね、まだ。あ、食いたい自信ありがとうございます、はい、今日はどういう試合展開になると思いますか。今日はね、はい、巨人が中日だけに負け越してるんだよね、はい、5勝7敗キリシンさんもおっしゃってます。そうでしょ。そうなんですよ。でね、今年苦手にしてんのよ、はい、で各チーム、うん、ピッチャーを抑えるんだけど、はい、巨人はよく打たれてるんだよね。だからまあローテーション的なこともあるんだろうけど、はい、中日には分が悪いよね。で中日のピッチャーがまたいいんだよ、巨人に対して。 で、うん、でロドリゲスが先発でしょ今日、はい、あれなかなかやっぱ打つのは至難の技だよ。だって150マックス159キロ、はい、で自滅型じゃないから、はい、で自分も言ってるのは、うん、自信があるのはコントロールだって言ってるの。外国人の投手でコントロールがいいっていうことを自分で言ってるわけですもんね、うん、いやだから自滅型じゃないし打ち崩さないといけないんだけど、はい、やっぱなかなか難しいよ。だって前回その巨人戦でいうと8月15日が、はい、7回投げて1失点ですからね。そうだよ。巨人に対してその前に初先発、はい、日本球界初先発がやっぱ巨人戦だったんだよ、はい、その時なんか何回、6回、5回ぐらいまでノーヒットノーランだったよね、はい、まあ、この時はまあ2失点だったんですけれども、うん、いやそれで勝ち星つかずでしょ、はい、で普通さデータがあったら、はい、次の登板の時は明らかに悪かったんだよね、その前よりも。で打ち崩すかなと思ったら、はい、それ以上のピッチングされてるの。だからデータがあっても、はい、なかなか打てないということだよね。ロドリゲスってことですよね。ああ、だからそれだけやっぱりいいピッチャーっていうのを証明したからさ。そうですね、うん、だから今日なんかもう苦しむだろうなと巨人は、うん、ただ巨人はやっぱりこう昨日のゲームね、はい、勝ちゲームをひっくり返されて、はい、でやっぱ中日の相性のことを考えると、はい、相当気持ちは入ってきてると思う巨人。貞治さんありがとうございます、はい、大江投手、高梨投手など左のいい中継ぎ投手が出てきていますが、はい、巨人ですね、はい、かつて の、 あの落ち投手のように、はい、なりそうな右投手は豊さん、まあ、高木さんの目から見ていますか。右投手、はい、中継ぎで左のいいピッチャーっていうのは巨人出てきてると。出てきてる、ね、まあ、落ち投手みたいな以前の右の中継ぎでいい選手。ああでもさ、大竹とかも安定してるしさ、でまあ、例えば先発は畑なんかやってるけど、はい、畑もいいピッチャーだからね、うんうん、今年ちょっと勝ち星に恵まれてないけど、はい、畑なんかもすごくいいと思うよ。で左、あの巨人の左、高梨とか、はい、大江とかがなぜいいかっていうとさ、はい、まあ、変則だっていうこともあるんだけど、はい、左バッターのインサイドに投げれるんだよ。谷繁が言ってたでしょ、はい、左のピッチャーのインサイドを要求しても絶対甘くなるって、うん、でも大江とか高梨とかはやっぱり左に投げ切れるんだよね。やっぱそこが大きいんだよ、ね、はい、明日はこれ中日大野また投手が先発来たら、ね、これ巨人明日も勝てないんじゃないかみたいなことコメント来てますね。ただね、大野も関東で来てるでしょ。
来てますね今、うん、いやだからまあ疲れがどうかっていうことだよね。あと石田明さん、中日絶好調ですが要因は何でしょうか。ちょっとここのとこあれもありましたけれども、まあでも8月のさ防御率はさ、はい、やっぱセリーグでナンバーワンだし、打たれてないということだよね、はい、ちょっと打てば勝てるのにちょっと打てないという、うん、それだけなの。打てば勝てるチームなんだ、はい、だからな、あの点の取らし方だよね。あ、すみません、明日ね、勝野投手だそうです。おー、大野雄大投手じゃないってことですね。でも勝野もいいからね。ああ、明日大野投手回避したんですってことですか。それやっぱりちょっと疲れじゃない。あ、ずっと関東完封とかで、うん、疲れか、まあ今日勝てば2勝1敗でいいと思えば、はい、大野をその週頭に持っていけるじゃない。そっか、うん、まあそういう計算もあるよね。ちょっとそう、疲れ、まあ疲労をちょっと取るためっていうことも考えられますよね。マコニーさん、あ、広島と阪神はどっちが勝ちますか今日。はい、今日誰と誰だっけ。今日は、あ、大瀬良投手、藤浪投手。あ、難しいな。私はじゃあ広島。いや、藤浪はこの前一つ勝ったじゃない。はい、まあそれで流れは一つ変わるかなって、うん、藤浪のね、はい、で、藤浪の時のさ、援護点って結構あるんだよね。うんうん、打ってるんだよ、はい、だから大瀬良もさ絶好調っていうわけじゃないんだよね、うん、だから俺はいい勝負すると思うよ。どっちが勝ちますか。お前も厳しいね。どっちが勝つか。お前じゃえらい自信持ってんじゃねえか。なんかえらい自信もう自信つけたんですよ。もう前回ので勝敗占い師みたいになって。いや、やっぱり広島だな。あ、広島、うん、やっぱりエースとさ、はい、藤浪を比べると、はい、やっぱ大瀬良ってエースだしさ、そのチームの、うん、それはやっぱりこうエースだって思うよね。大瀬良だって思うよね、うん、さあ今度、まあ、中日、1回得点ならずで、うん、1回裏巨人の攻撃1番立ち上がり、やっぱり注目だよ。ロドリゲスの、うん、まあ、ボールから入りましたね、うん、ここのところ今原監督打線変えてますね。変えてる、結構激しいですよね、うん、今日は巨人の、正規打順ですけど1番坂本選手、はい、で2番に松原選手、はい、で3番ウィーラー選手、はい、で4番が岡本選手、はい、5番丸選手、6番中島選手、はい、7番大城選手で8番若林選手、それで4番がピッチャーの今村投手という。だからキャッチャーだけ変えただけでしょ、はい、昨日とね、うん、まあ、ここのとこあの松原が安定して入ってきて、うん、はい、でウィーラーが打ってるから、はい、まあそこまでは変わってないよね、うんうん、でもね、このロドリゲス、はい、器用だよ。器用ですか、うん、ロドリゲス投手の良さって豊さん一番どこですか。いや、やっぱまっすぐだよね。ま、うんうん、っすぐがまた変化するっていうこと。まっすらするんだよ。あ、まっすら。だって150キロ以上投げてて、はい、左バッターでまっすらされるとお手上げだよ。もう無理です。詰まる。詰まるんですね。グリコ大魔王さんありがとうございます。あ、タカファン、ソフトバンクファンなんですが、はい、内川選手が1軍に上がってきません。2軍での打率は4割超えているのですか。これなぜですか。まずね、はい、ソフトバンクの選手って、はい、2ポジションこなしてるんだよね、はい、大体が、うん、まあ、例えば栗原って売り出し中、はい、外野もできるし、うん、ファーストもできるし、中村晃もそうでしょ、うん、で、周東なんか二遊間ができたりだとか、うん、いろいろなんていうの、選手が2つのポジションを大体できるようなシステムなんだよね、はい、で内川は1つのポジションしかできないんだよ。ファーストか DH で、 DH っていうのはやっぱ外国人が入ったりとかするじゃない。だからそうなってくると、うん、なかなか今の戦力からすると厳しいかなって思う。厳しいですか。いや、それはもちろん、はい、上に来たら上に来たで活躍すると思うよ、うん、でもまあ監督の考えの中で2つのポジションをこなしてもらわなきゃ困るっていうふうに考えるとさ、はい、内川は外れるんじゃない、うん、で栗原があれだけ打つしさ。そうなんですよね、うん、あ、スパチャありがとうございます。ありがとうございます。サスケデオさんです、はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。今年、高橋周平選手が左投手からも率を残せている要因は何だと思いますか、はい、あ、もう今年だけじゃなくて、うん、やっぱりあの反対方向に打つのがうまいよね。あ、反対方向、反対方向に、はい、うんうん、でやっぱこう待ち方としたらさ、左ピッチャーの外の出し入れ、うんうん、ここの選球眼がつけば、はい、打つのは意外と簡単だよ、左対左、うん、だって本当にインサイドにバスって投げてくるピッチャーっていないから今。だいたい左ピッチャーって外の出し入れだから、うん、そのボールを追っかけなくなったから打てるようになったんだよね。ボール球を追っかけると術中にはまるけど、はい、ここだけ待つから、
うんうんうん、そしたら打てる。もうミートは抜群にうまい選手だ、高橋周平選手。さっきの内川選手の話なんですけど、ひろゆき、芹澤さん、また秋広、大月さん、内川選手の外野は無理なのか。外野にさ、選手余ってるもん。あ、そうですよね。あまりに余ってる。あそこに入るのは、まあ、柳田一人いるでしょ。いや、もうあそこは不動ですもんね。でグラシアあるところもいるでしょ、はい、で、まあ、栗原が外野行ったりとかもするでしょ。入る幕がないのか。入る幕がない。だからなかなかやっぱ難しいよね。あ、そんなこんなでウィーラー選手が出ましたね。ツーアウトからレフト前。やっぱね、このピッチャーを打つのはおそらく右の方が打ちやすいと思う。ロドリゲス。うん。うん、それはなんでかっていうと、こう全部カットでこう逃げていくボールだから、はい、左は詰まる、うん。右の方がミートしやすいと思う。あ、じゃあ右打者の方がってことですよね。うん、つまり、さ、岡本選手なんですけど、8月若干他の月より率下げてますけど、はい、どうですか？岡本のね、はい、まあテレビ見てる方、はい、タイミング取るとき見てて。はい、まあ見てらっしゃる方で背番号が25っていうのがかすかに見えるよね。はい、5がちょっと若干って、うん、これが25が思いっきり見えるようになるよね。はい、だから肩が入りすぎてんだよ。ああ、左の肩、左肩ですか、うん、これ。左肩が入ると出すのに反動がいるでしょ、はい、今度逆に。で、春先って力を感じてたんだろうね、自分の、はい、で、力感をちょっと求めすぎてんのかなっていう感じがする。だから体をひねってパワーを出そうとしてる。それで大振りになって、結局体を振るようになって、今もフライで結局アウトになっちゃいましたけど、そうそうそう。だから腕を早く振らなきゃいけないんだけどさ、バッティングを、はい、体を振っちゃってるっていう感じ。ということは、その入れ込まなさないようにすればいいっていうことなんですか、その肩を。そうだね、下半身は入れてもいいけど、はい、上半身は入れちゃいけない。だってこうやって回すとさ、はい、戻すのにやっぱこれだけ戻してこなきゃいけないでしょ。そうじゃなくてこう構えてて、このまま力感が保てれればこのまま打てるわけだ、うん、だから誤差がない。だから誤差をなくすのがバッティングだから。それがじゃあ、先々月まではできてたってことなんですね。で、夏はやっぱり体が疲れてんだろうね、だいぶね。クイタイツシさんです。清宮選手はよく我慢してスタメンで使われていますが、はい、その起用はどう思いますか。我慢しすぎだよ。いや、それはたまには打つよ。たまには打つけど、やっぱりできるところでしっかりしたものをやらした方が俺は早道だと思う。ということは、清宮選手は一回下でファームで調整してってことですか。ああ、じゃないと、はい、せっかくいいものも中途半端に終わる可能性が出てくるから、はい、それが怖い、うんうんうん。例えば、俺はこの一軍のレベルで2割5分でいいんだっていうのと、うん、いや俺は絶対3割だっていうのと、うん、やっぱり考え方のレベルが変わってくるんだよね。だから俺下でやっぱりもう一回しっかりしたものを身につけさせた方が、うん、俺は逆に早道で大きく開花すると思う。日本ハムって結構ね、あの我慢して使い続ける傾向にありますから ね、うん、あと榊克義さんでよろしかったでしょうか、はい。元日本ハムの新庄さんが、ね、今日本戻ってきて、はいはい、でトライアルどうなんでしょうか。挑戦するっていうことはいいことだよね。いや、そうですよ、うんうん、だってさ、はい、みんな固定観念があって、はい、例えば50過ぎたら何もできねえだろうって、60過ぎたら看護犬か片っぽ足突っ込んでんじゃないかとか、うんうん、固定観念に縛られるんじゃなくて、はい、50歳でもできれば素敵なことだよね。そうですよね、うん、だから頑張ってほしいとは思うけどね、はい、先頭出ましたね。出たよ、今センター前ヒットで出ました、うん、で、高橋周平選手を迎えると。あ、さあ、ここどういうふうな勝負になるでしょう。いや、これ危ないよ、インコースから入ったら。おお、インコースいや、インコースから入ったらって危ないよっていうのは、はい、やっぱ早いカウントのうちは周平は引っ張りに行こうとしてるからね、はい、うん。あ、スパチャありがとうございます、はい、ちょっと試合の途中ですが、タラタラさんです。豊さんってサード前に転がすセーフティーがうまいイメージがありますという。はい、うまかったよ。やったよ。なんでだよ。いいんですよ。それなんか意識してたんですか、やっぱり。やっぱりさ、うん、自分の技だからね、バント、うん、セーフティー、足でで、うん、セーフティーをやることによって、はい、またやるんじゃないかと思う三塁手が前に来るでしょ、はい、守備範囲っていうのが狭くなるじゃない、うん、はい、その三塁手を前に出すっていう効果もあるんだよね、うんうんうん、だからセーフティーもやった。だからいろんなことをできる選手になりたかったから。
豊さん、うん、やっぱりちゃんとそこは意識して自分の、まあ、意識はした得意な分野を活かせるっていうところをよりっていうことですもんね。だから面白いのはさ、はい、こうやってセーフティーバントをこうやるのにさ、うん、こうやって向けるとどっちに転がすと、こうやってやると一塁側、いやいやこっちだよ、そっちがピッチャーだよ、森口がピッチャー、私右ですか、うん、はい、いや右ですかって、右ピッチャーでもいいんだこうやってやろうとしたら どっちに転がすと、バットがこうあったバットがこうあったらこっちですか、こっちに三塁側でしょ、はい、これを上手い人はこうやって三塁側にやると見せかけといてコンってやる、それだピッチャーが逆つかれる、お、なんか PK のフェイントみたいな感じですね。そう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 、だからそういう技もやっぱこう身につけるといいよね、はい、あ、スパチャありがとうございます、ありがとうございます。じゃあこれ最後のスパチャに質問にしますか、そろそろ時間なので、じゃあ最後のスパチャですね、この、はい、この会話、はい、川合さんです、今日の巨人中日それぞれのキープレイヤーをお願いします。キープレイヤーはやっぱりロドリゲス、中日は、中日は、はい、だからどれだけ巨人打線を抑えるか、うん、これもう3試合目だから相当研究してると思うんだよね。いや、でしかも巨人負けてますからね、うん、だからロドリゲスがどのぐらい持ちこたえられるか、はい、じゃあこんにちは、な暗いねお前いやいやいや、もうお察しの通りですよ、現在、巨人と中日十何点ですか、12点ぐらい入ってる、12対1ですか、巨人が。まあでもやっぱり野球って難しいな、ひとたびこう歯車狂うと、はい、まあ、こんな展開になっていくよね。いやというか、いやだってそのこの試合前のね、そのまあデータというか、うん、だったらロドリゲスいいピッチングずっとしてたんですよ。いやちょっと見てたけどさ、変化球が高いな、それと変化球を打たれてるな、変化球打たれ、うん、今日だもう完全に狙われてたってことで、まあね、あの真っすぐってさ、はい、変化しても、はい、狙ってても打てないんだよね、うん、でも変化球ってその通りに来るからさ、はい、バッターって捉えやすいんだよ、だから変化球を狙われちゃったかなっていう、そこはなんかキャッチャーのリードとかでちょっとなんか変化球、なんかカチャって言ったけど大丈夫だ、変化つけたりとか、あ、もう88人の方が来てくださってます、はいはい、ありがとうございます。皆さんの予想はどうでしたでしょうか。あ、来てます、ウィークリー0710ジャンプさん、もうエリエルが早々に降りた時点で諦めてる、はい、ねえ、シュウスケさん、あれあれ、はい、ティートム S さん、あの大島選手のエラーはかわいそうでした。あ、まあ確かにな、あの大量得点に結局つながってしまうきっかけになっちゃったんですよね。もうちょっと丁寧にいかないとな。で、アスナローさん、今村選手のタイムリーで勝負あり、まあさ、確かにそうでしたね、あれ、あれって2回、3回でしたっけ、そうそうそう、3回かな、3回の裏か、うん、3回だって、2回だって、3回か、3回ですね、2回までは中日が1点取ってたんで、おー、今日いいぞって、やっぱ続かないな、巨人はやっぱ強いな12点ですよ、今こうやってメンバー見てると全部変えてきてますね、巨人、まあ当たり前ですけどね、まあそうだね、もう全部休ましてるじゃん、そりゃそうですよ、ね、な、うん、タヌキの、忠実な下僕さん、坂本選手の調子戻ってきましたかね。まあでも今年はやっぱ波があると思うよ、うんうんうん、でも体に力を感じるようになったね、あ、一頃さ、はい、なんか疲れてるのかどうか分かんないけど、体に力がなんかこう入らないような感じで見えてたんだけどさ、はい、最近のスイングを見てると、うん、なんか体に力が戻ってきたかなっていう感じをする。お、なんかそれで言うと、うん、ランジュニアさんが、巨人としては中心選手3人に当たりが出てきてくれたのが良かったって。まあそうだね、はい、だから明日戦う中日は嫌だと思うよ、この12点っていう、で1点しか取れてないとか、まあそうだね、あ、でも今村も、うん、まあちょっと見たけど配球良かったね、大城の配球とかも、あ、よ、今日良かったですか、良かった、やっぱまっすぐで追い込んでいけるからさ、変化球がよく効いてたよね、うんうんうん、だから変化球のボール球に中日のバッターって手出たし、はい、やっぱり、今村が最初立ち上がりちょっと不安定だったんだけど、はい、まあ、途中からリズムを持ったよね、うん、ケンさんありがとうございます。今村投手これでローテーション入りっていう風に言ってますけど、どうでしょうか。まあ今日のピッチングを見たら入れてあげてもいいよね。これまだ投げてますよね。いやもう降りた。あ、降りましたか。降りた降りた。もうね、分かんなくなっちゃう、もう予想が、いや分かんないよね、もう予想が外れて12点の時点で、今誰に、ごめんなさい、誰になってたんですかこれ。田中、うん、田中、日本ハムをクビになってね、あ、ジャイアンツに救われたというね。なんか投手の体型って似てますね。なんかちょっと最近投手の
っとり気味が肥満が多いよね、はい、あれは何でしょう、あのお腹具合だったら首とか見てると、まあでもね、はい、ガリガリよりはやっぱスタミナの、スタミナという意味では少しあった方がいいんだよね、はい、あ、まあそうですよね、そうそうそう、でその方が怪我しないって言われてる。あ、鹿島さん、盗塁は何点差ついたらしたらダメなんですか、はい、あ、だからさ、うん、これ暗黙の了解ってあるけど、はい、今セーフティーリードって何点だと、いやでも8点でも例えば逆転される場合もあるんで、そうそう、あるでしょ、セーフティーって言われるとやっぱなんか15点じゃない、いやだからさ、日本の文化ってさ、はい、なんかそのセーフティーリードって言われても分かんないよね、曖昧でしか、そうですよね、だから何点差っていうことじゃないよね、うん、なんかそうじゃないような気もしますよね、そうでしょ、はい、ただもうその点数があまりにも空きすぎて無警戒だったら、はい、あの盗塁としてカウントされないからね、はい、うん、だからまあカウントされないっていうふうに見なされたら、うん、もう走る必要はないかなと思うよね、そうですね、一、うん、回それで乱闘があったからね、あ、やあれベイスターズとヤクルトで、はい、あの藤井集合、あ、藤井集合としてはまた違う、違うんですか、あの古田が代理監督や、はい、あのプレイングマネージャーやってる時に、はい、大家さんとベイスターズが走らせたんだよ、はい、大量の得点差で、うんうん、おじさん古田が切れてみたいな、うん、あったんです、ね、まあそれでちょっと乱闘みたいなになった時もあったけどね、うん、まあでもなんていうの、日本人はさ、うん、最初から最後まで一生懸命やれって言うじゃない、はい、だから、うん、一生懸命さが余るとそうなっちゃうしね、あ、はい、ホームラン打ちました、はい、なんでこの可愛い拍手、森口もあれだな、極端にこう出るな、負けたみたいな、いやいや、やっぱファンとして、まあまあ、いや接戦であってほしいじゃないですか、まだ逆転のチャンスあるぞとか、でも諦めがつきやすいだろ、あ、そうですね、いやいや最後までわからないっていうふうに、でもこうなったらさ、はい、もう中日の選手っていうのは、うん、もう個人のことしか考えてないからね、まあそうですよね、ああ何しよう、もう自分が打席に立ったら、はい、やっぱり1本でも打っときたいとかさ、はい、その方が明日につながるとかさ、そうですね、ただチームとして昨日はもう全くしてないよね、これだけの点差が空いちゃうと、そうですよ、うん、だってここでね、アルモンテ選手がツーラン放ったところで12対3ですよね、うん、いやだからこの前の回の7回に、まあ、敗戦投手ってなっちゃいますけど、山井投手が敗戦投手で出てきてたのがショック、まあ、それはそうなっちゃうんでしょうけど、まあ、まあまあしょうがないよね、でも誰か被らなきゃいけないし、うん、はい、まあ、こういうところで若手が投げたってさ、まあ、成長にはなんないんだよね、経験にもなんないし、でもこれこのぐらいの得点、あれ11対1でしたっけ、ヤクルトと巨人の時に増田選手が投げたのって、ああ甲子園な、はいはいはい、あ甲子園か、阪神戦だそうです、まあ投げたかな、はい、いわゆるこのぐらいの点差だった時ってことですよ ね、まあ、ね、だから中日もやらへんよ、そうですよ、誰かもうこうなったら来てるファンの方に、いやそれも巨人は怒れないしな、自分とかやってるし、そう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 、まあ、そういうのもありだよな、どれがこの場合だと出られるんだろう、いやピッチャーは無駄に使いたくないもんね、そうです、明日もだって巨人と戦わなきゃいけない、だってもうこんなさ、はい、おい頑張れ頑張れって言えないよ、な何言っちゃってんだってちょっといやいや選手はそう思ってますよね、そりゃそうですよ、ね、でさエンジンとかあるじゃない、はい、ね、うん、この前さ勝則がうわーとかやってたけどさ、はい、あれ逆効果だから、逆効果ですか、だってさ選手は一生懸命やってんだもん、まあ、そうですよ、ね、そうじゃなくて、うん、やっぱそう理論的に、はい、端的に、はい、まあ、数字こうなったらデータ的なことを言ってあげるとかさ、ね、それ覇気がなかったんだと思うよ選手に、はい、でもねそういう時もあるんだよ、だそれで選手だったら何言ってんだろうって若干ちょっと思っちゃう、はぁ、あ、みたいなはってなったっすよってなるよ、いや本当に思わずそうなっちゃいますよね、ここだからね無駄に気合を入れるっていうのは、うん、逆効果の時があるですよね、うん、コーチだけが熱くなったってさ、選手が熱くなってないのにさ、うん、そう困る時あるんだよね、その温度差ですね、気持ちの温度差がっていうね、そう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 、戦っこういう時、まあこういう時はね、はい、もう早く終わると思ってる、そうなんですね、もう今日はどうやったって勝てないし、まあ、そうですね、うん、早く終わってくれと思ってる、 M.M さんが明日の試合予想してくださいって、もう明日誰だろうね、予告先発、勝野投手と巨人が、巨人が誰なの、誰だっけ、まあローテーションここら辺変えてくるかもわかんないしね、そうですか、あ、直江投手、ありがとうございます、教えてくださって、誰と誰、
勝つのと、はい、分からんだいやもうそうですね、データ見てあれだけ今日はロドリゲス絶対いいよって言ってたから、もうちょっとロドリゲスがさあまりにもいい印象があったからさあ、そうなんですね、今日は絶対中日だろうなって、それと巨人との相性もあったしさ、もう明日はやっぱりもうしっかり見てデータを見て、はい、でも考えなきゃ、データを見て考えた結果ですもんね、バレバレ、あんまりそここうすんなよもうボケそうってるよ、そうですね、いやだって、今村投手、前回も前々回もイニングあんまり良くなかった、良くなかったですよ、2回とかで降りてましたからね、うん、今日いいですもん、なあ投げてみなきゃわからないというね、だから今日だから 今村投手が良かったのか、それとも中日の選手が打てなさすぎたのか、これどっちなんですか、まあ、一気に5点と、はい、あ2回だね、大島のエラー、はい、もうそれでやっぱこうちょっと気持ちが切れるというか、それとやっぱりこうエース級が投げるってさ、バンバーンと点取られるとやっぱちょっとショックなんだよね、選手は。だって今日は接戦でなるぞとかさ、今日は勝てると思ってやってんのに、だって今日中日はもう勝つ気満々で来てますね、いやいや勝てると思って来てるはずだよ、だからちょっとショックだったよね。修介さん、これが野球だろう、もう本当その通りでございます、いやもうその通りだ、もう本当その通りです、そうなんです。00さん、王さんでしょうか、どうなれば罰ゲームなんですか、あの今ここにあのテロップ出てると思うんですが、豊さんの予想は今日は6対2で中日の勝ちで、私は5対4で、中日の勝ち、もはやもう勝ちと負けは2人とも不正解なんですよ。で途中までじゃあ得失点差にして縮まってる方にしようかなって話してみたり、でもさ勝ち負けがそもそも違うわけだからでもうこうなった以上、もう2人で受けますよ。え、委ねないんですか、皆さんに、視聴者に。委ねないでいいでしょう。例えば失点差にするのか、それともいや私は中日は5点取ります、豊さんは6点取るって言いましたよね、5点、私は5点、いやいやもうこうなったらさどっちが近いかなとか、もう6点なんか取る気もないよね、で巨人は2点しか取れないって言ってましたよね、私は4点取れると、いやだから中日の選手に罰ゲームだよね、はい、あもうそう、全員に全員責任取ってくれ、はい、コーラを一気飲みしていただいてゲップをせずに今日の敗戦の理由を一選手ずつ述べていただく、そうだな、はい、来てます皆さんから、はい、ドゥートゥーさんは2人とも、はい、中津川のジャイアンさん、あみんな2人とも、あ野球神さんは高木さんの負けです、なんでなんでだよだって中日はだってまだ3点しか取ってないですよ、私5点、豊さんは6点取るって言ってました、いやいやそこ必死になっても負けは負けだから、巨人は12点取ってますよね、豊さん何点取るって言ってました、いや途中で切れてる、私4点、途中で切れてるから中日が、中日がもういいやって投げちゃってる、そうそう、いやだって勝ちゲームの勝つピッチャーを、勝ちゲームの投手を投げたらこんなゲームになってない、あでももう投げさせられないよね、2人ともでやりましょう、五十嵐和義さん、MM さん一緒に飲んでください、はい、あもう2人でコーラで乾杯でいいよ、あいいね乾杯っていうね、そういうの罰ゲームの罰ゲームの意識じゃなくて乾杯でな乾杯、何ですか乾杯でコーラを、MM さん、森さんそんなに飲みたくないの、飲みたくないですよこれ、腹パンパンになる、やったことないですよね、いやいや絶対あるよ、ありますか、そりゃ人生の中でコーラ一気飲みぐらいあるでしょ、はい、まさかの病投手続投ということで、まあ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 誰かね、かぶらなきゃいけないから、はい、こうやってベテランがかぶってくれるとさ、はい、やっぱ野手も奮起するよ明日、そうですね、あ、うん、優しいチャンネルピルクルさん、豊さんと森内さん半分でいいじゃないですかって、優しいね、これ誰今のはチャンネルピルクルさん、女性の方なの、いや分かんないです、ピルクルさん、ピルクルさん男性の方かもしれないし、どちらだろう、優しいな、優しい、ね、本当に、あスパチャでコメントをくださってる方いますよ、はい、これはサムゲタンさんですか、アルティメットさん、2人揃ってコーラ飲んでってわざわざお金を私たちに払ってくださって、これコーラ代2ついただきました、ます、それより高いですよ、ありがとうございます、食いたい寿司さん、テキーラショットしましょう、できないでしょ何を言ってるんですか、2人とも運転だからな、え、そうそう、車を運転するのでもテキーラダメですよ、テキーラも若い時やったな、あそうですか、私お酒飲めないので、あそうか、テキーラショットやりました、やったやった、それあのあれですか、俺結構テキーラ強いからさ、何杯ぐらいいけました、いや結構10杯ぐらいいける、え
酔わないんですか。まあ多少酔うよね。まあそうですよね。え、それは現役の時ですか。いや、現役の時はそんなバカな飲み方しない。現役の後ですか。当たり前そんなバカなことしてたんですよ、現役は。いや、現役の時はしてないよ。はいはいはい、はい、終わってからね。そっちの方がですよ。その方がバカだから。はい。でも残ったら困るじゃない、次の日。いや、そうですよ。でもほら、昔の往年の選手たちって二日酔いでね、やってたって、そっちの方が調子良かったってみんな言うの。いや、だけどそうやって言うけどさ、はい、そんなこと言っちゃダメだよね。まあそうですね、そうですね。うん、あ、今お客さんが撮りましたね。こういう時って選手どういう気持ちなんですか。まあまあそこまで入って俺らの時はなかったけどさ、エキサイティング、うん、なかったからそういうことはなかったんだけど、はい、まあでも完全に今のは撮れてないもんね。まあそうです ね、 ね、あれはね。でも撮れるところを邪魔されるとか頭にくるよね。ありましたもんね、以前、うん、あったんだ、うん、辻智樹さん、この点差だと主力休ませるよなと。まあそうです、まあ、そりゃそうだよね。シュースケさん、大魔神とバカなことしてたんですよねって。なんで知ってるんですかって。それは動画で、だって佐々木さんが、まあね、うん、まあ佐々木もね、出てもらわなきゃ困るね。そうですね。グレイさん、豊さん、元はホームラン40本すると思いますか。誰、元。あ、でも使い続けると可能性はある選手だよね、はい、まあ今シーズンはちょっとあれですけどってことですよね、うん、だからレギュラーポジションを取らなきゃいけないよね、どっかでね、うんうんうん、いや、そしたら40本の可能性はあるバッターだよ。あ、ありますか、可能性はない。十分に。だってムタも育成からですもんね。そうそうそう、すごいですよね。あと中にワタルンさん、ロッテ勝ちましたっていうコーラの中に一言、ロッテ勝ちましたっていうのもいいですね。ロッテは強いね。強いですね。あ、最初一時期すごい連勝して一回ちょっと調子下げてましたけど、ね、また、うん、まあでもやっぱチーム全体が疲れる時ってあるからね、はい、でもよくやってるね、ロッテの選手はね。そうですよね、うん、でも相手オリックスでしょ。いや、そういうこと言う。いや、監督が変わった時はさ、気持ちが新鮮で3連勝したけどさ、今もう5連敗今日で勝ててないですよね。勝ててないよね。ソフトバンクもずっと連敗だったでしょ。ソフトバンクに、はい、でロッテに入って昨日も負けて、はい、今日も負けっていうことは5連敗したってこと。戦ってる選手はまあ変わってない。いや、でも打順とかも全然変えたからね。打順は変えてますけどね、うん、勝ってる時に野手投げさすわけにいかんかんな。そりゃそうですか。なんか久々になんか見ました、あの ピッチャーしてるバッターボックスに立つこの姿。これもさ、いやいや、フォアボール取ったってしょうがないから振ればいいのにな。いや、そうですよ。ピッチャーなんで振らなかったんですか今。だからまあここら辺が経験のなさだろうね。ちょっとベンチもあれって顔してますね、中日。振れよみたいな。で、山井もなんで振る気がないのにさ。え、今は一体何が起きたのかと思っちゃいました。本当だよね。あ、言ってますよ。何、えって、あのミックスナッツベルさん、申告刷新でもよかったんですか。いや、本当そうだよ、うん、だから三振すりゃいいのに自分で、はい、で若林が簡単に初球打つでしょ。ないや、もう早く早く、もう何やってんの。あ、言われませんか。言われるよ、ベンチ戻ったら。いや、たださ、打席に立つなんかさ、はい、パ・リーグ出身でしょ、はい、で、おそらくプロ入って初めてじゃない。あ、だから分かんないんだよ、意味が。あ、今後藤コーチから言われてるんじゃないですか。なんで振らないんだみたいな。あと、お前太りすぎだって言ってる。言ってないでしょ。言ってない。言ってない。ちょっと顔がブクブクしてやってるよ。そうですかね。最近食が進むんですみたいな。なんか笑ってますね。いや、笑ってる。なんで振られんだみたいなさ。そうね、何、類出ちゃってんだみたいな。あ、ゆうとさん、ありがとうございます。確かに初打席でしたね。そうでしょ。はい、はい。それは経験のなさだよね。みんなに突っ込まれてる。本当だ。今、古木。あ、それで何、ピッチャー交代。どういうこと。え、ちょっと待ってください。いや、だからもう選手がいないんだよ。あ、無駄に。いや、亀井とか残ってる可能性あるよ。でもこんなとこで出さないですよね。だからこんなとこで使ったってしょうがないよ。はい。で、広田角助さん、沼田投手かっこ笑ってきてるのでみんな思ってますよね。思ってるよ。打者が、あ、投手がまたボックス立った後に投手交代。投手交代。いや、だからもう無駄に戦力を使いたくないというね。そうですね。食いたい寿司さん、パワープロではあるあるですって。あ、あるんだ。これあるんですね、やっぱ。あ、面白い、ゲームだとあるんだ。あ、五十嵐和義さん、野手を使いたくなかったんでしょうね。うん、そうだね。ミーターミーターさん、巨人このまま独走しちゃうんでしょうか。
や気配あるね。ありますか。やっぱちょっとね、うん、打つ手打つ手がすごく当たるし、はい、でここでこうしてほしいなっていうのを、うん、選手ができる選手が多いよね。例えば、まあ代表的なのが増田、ここでこの厳しい場面で走ってほしいよなっていうところを増田走っていけるじゃん、うん、で他の選手たちもそうだよね、うん、ここでこうしてほしいっていうのによく応えてる、うん、まあ、それが一番ジャイアンツがそういう結果を残してるよね。お、桜井孝弘さん、ベイスターズの先発陣ボロボロですって来てますけど、まあ、そうだな、大丈夫ですか。いや追っての一番手だと思うんだけど、はい、やっぱちょっとジャイアンツとなんて言うんだろうな、質が違うな、ちょっとな、やっぱりそこ、うん、まあね、柔軟性がなっていうことも言ってたじゃん、うん、そうですよね。あのまたね、動画で流れるとは今後思うんですけれども、そうそうそう、 DeNA が優勝するためには何が足りないのかっていうこともね、そうそうそう、豊さん分析して話してくださいましたし、あ、結構来てますね、皆さんありがとうございます。細町同好会さん、はい、3連勝3連敗3連勝って選手これ疲れないんですかって、まあ、疲れはしないけど、どういう勝ち方、どういう負け方のあれが疲れます。一番やっぱ負けるのが疲れる、うん、ただ勝つっていうのは、はい、やっぱそれだけ疲労度増していくよね。まあそうですよね、やっぱ緊張感がずっと続くから、はい、だから疲れるんだけど、うん、やっぱそのカードを2勝1敗2勝1敗では勝ち越していきたいよね、うん、決して3連勝3連敗3連勝ってで結局3つの貯金はできてるんだけど、うん、2勝1敗2勝1敗、うん、2勝1敗ぐらいで、うん、まあ頃合いはいいかな。それがそうです、だから3連勝3連敗とか そういうのよりもってことですよね。そうそうそう、大森ちょっと中飛ばして、家賃さん、申告敬遠があるなら申告三振もあってもよくないですか。でも使うことってまあほぼほぼそんなないんですか、ね、まあ、ないよね。まあまあでもピッチャーが打席に立った時にはさ、はい、そういうことそういうケースはあるよね。まあ、まさにさっきの時なんかな、もう三振でいいですみたいな。いやでもさ、振ればいいのにさ、振らない、見逃しちゃったんだよ。また山井もえみたいな、いや振らないのみたいな、そんな感じだよね。これセトパのピッチャーって面白いですね。面白いよね。バタボックス立った時の違いが出るっていう。うん、デッカさん、今ここに中日のファンの方っているんですか。ちなみに私は中日好きですよ。いや、中日ファンって多いよね。いや、多いです。多分ね、今日負けてるんでここのコメントの中に中日のファンの方いるんですか、まあ、みたいですけど、まあ、いらっしゃいます、いらっしゃいますよ、本当。ただなんかさ、うん、昔は中日とやった時には点取りゲームだったけど、はい、今やっぱ打てないね、うん、なんかね、はい、率は残す選手はいるんだけど、うん、勝負強いバッターがちょっと減ったなって。昔は率は低くても勝負強いバッターって多かったんだけどさ、はい、最近減ったね。それなんでなんですか。なんでやろうな、なんで、なんか選手のそういう層違うってことですか。中日で勝負強いっていうのは誰思い出す。昔ですか、うん、今今ですか。まあ周平とかはさ安定的だよね。これですか。まあビシエドとかでも好不調が激しいようなことですね。だからそういう意味ではあんまりいないんだよね。タンパクですね、皆さん。これで2アウトですね。まあまあこの点差だからっていうのもあると思うんですけど。いや昔はさ、立浪とかさ、はい、宇野とかさ。あ、宇野さん、はい。でしょ、はい、で、まあ中尾さんがいた時は中尾さんとかさ、キャッチャーでね、はい、ジャイアンツでトレードで来たけど、はい、まあ中日時代の中尾さんとかさ、うん、彦野とかも強かったからね。彦野さん、うん、今いないもんな。なんかそうです、ね、これっていうのがさ、うん、ああスタンさん、森野選手昔で、ああ、うん、森野もねいいところで打ったよね。でもやっぱり上昇チームとか強いチームってそういう粘り強いバッターとかってやっぱり、うん、まあ粘り強かったり勝負強かったり、うん、勝負強いとか、うん、ああ二郎さんは信頼できるのは大島選手ぐらいかなって。ああまあ大島は安定してるよね。安定してるけど、うん、勝負どころっていうことになるとさ、うん、得点圏打率がちょっと低いんだよね。あ、まあ、それぞれあるんですね。ここはいいけどやっぱりここがちょっとっていうところだったりね。あと悪意対峙さん、ボテボテのピッチャーゴロで自分でファーストベース踏むっていうのはこれはありなんですか。やっぱりちょっと不安なんだよね、イップスがあったりとか、うん、そうすると自分で踏みに行っちゃう、踏みに行っちゃうっていう。そもそもあれですよね、あの内野フライとかピッチャーの上に上がったやつはキャッチャー取ったりとか、ピッチャーは基本的に外れ、まあプレーはしないよね、うんうん、
でも別にやってもいいんじゃいいんですか。いやいいよ、オッケーって野手が信頼できなかった。いや結構ね、ナイターの、いやドームとかだったら、はい、距離感というのは分かるんだけど、はい、あの真っ暗の中に、うん、ボールが1個ポツンとあってさ、はい、その落下点に入って取るって、うん、結構嫌だからね。フライって簡単に取ってるけど、プロは。あ、そうなんですね、うん、6.7。 ジュリさんかな、シュリさんかな、アカリさんか、明日の予想してください。もうだから、でもいや、このままだったら巨人が打ちそうだよね。でも勝つのはすごく、あの、いいですよ、安定してきてるんだよね。そうですよね、そうですよね。でもここで分析しても今日みたいにやったらいい球ですね、最後沼田投手。わかりました。あ、はい、外国の方からも来てますね、はいはい、チャイーマさんがこれな、ちょっとごめんなさい、何語かわからないんですけど、はい、これは何どちら、なんでしょうね、アラビア語みたいな、なんか、サウジアラビアとか、あ、ありがとうございます、そこから中東の方からだよね。なんでコメントしていたのかわからないので、ありがとうございますと言ったものの、それありがとうございますがわからないんじゃない。あ、向こうの方が、そうですよね。なんていうの、中東の言葉でありがとう。知りません。知らない。だって言葉読めないと知ってるわけないじゃないですか。それなら変換できないの。できないですよ。そんなにないですね。はい、試合終了ということで、試合終了しましたね。はいはい、あ、なるほどなるほど。いや、罰ゲーム。そりゃそうです。なんで。じゃない。あ、うだうださん、初ライブ観戦です。ありがとうございます。ありがとうございます。この後ね、とんでもないことを初ライブで見てくださってるのに、もうお見せしてしまうことになる。いやいや、そんなことない。みんな喜ぶから。森内がやると。なんで私なんですか。出てきました、黒い飲み物が。もうやだ。私、覚えてますか、去年のあれ10月の。あれ以来、私コーラ一回も飲んでないですから、ね。なんで嫌いになっちゃう。コーライプス。イップスやね。もう飲むと出てきそうな感じがしちゃうんで。俺2本目だよ今日。言っとくけど。いや、そうなんですよ。ぜひね、前半見てない方はこの後ね、あのアーカイブで残しますんで、前半の方見ていただければと思うんですけどね。今日はぁですね。何人の方今？今947人の方で。ありがとうございます。あ、じゃあ、はい、ちょっと待ってください。このね、投資プルさんですかね、ごめんなさい、読み方あれなんですけど、英語なので、はい、明日の中日対巨人の両先発投手に期待することはありますかと来てるので、コーラをゲップせずに飲んで、ゲップをせずに明日の両先発に期待することを言いましょう。いや、オッケー。いいよ。明日の、先発はつまり勝野投手と期待することね、はい、勝野投手と、直江投手ですね、はい、これ誰からやるんですか。じゃあ飲むの、いや、飲むんですよね。せーので飲んだ方がいい。いえいえ、せーので飲んだらもうひっちゃかめっちゃかになるから、これはどうしたらいいですか。ひっちゃかめっちゃかでいいんじゃない。で、これだってどっちかが喋ってたらどっちか我慢してるんですもん。なので、いや、もうそこが映像のいいところじゃない、ラジオじゃないんだ。で、両方いっぺんに飲めると。じゃあ2人で一気に飲んで、2人同時に言いますか。我慢しとくの。いや、同時に言うんです。だって俺の方が絶対飲むのが早いじゃない。あ、じゃあ私が我慢しなきゃいけないんですよね、そしたら。違う、飲み干すまで俺が待ってんの。いや、そういうことですね、わかりました。わかりましたじゃねえよ。もう動揺してた。開いた、開けた。いいですよ、いいですよ。あ、コロナだから。あ、そうね。乾杯して、このカラス越しの乾杯だもんね。開けた？開けました。白な、私はこぼさないから、いいか。いや、わかんない。はい。行きますね、ほんとすいませんね、変なものをお見せしたら。生ですからね。うん、じゃあ、ゲップをせずに行きますよね。はい、乾杯。はい、乾杯。じゃあ罰ゲームです。はい、行きます。はい、行きます。これ2本目だからな。いただきます。
もう出してるでしょ。両投手の言ってくださいよ。いや言ったよもうな。両方ですよ。それぞれですよ。いやもうゲップではないよこれ。まあとりあえず明日はですね、勝野投手はもう持ち前の向かっていく気持ち、まあそういうものを前面に出してですね、頑張ってほしいと。直江投手はあの今日の今村選手の好投をつなげられるように頑張ってほしい。